よし、ハート10個にしてきたので、そろそろなんか、アフターが来た。もしもし、ケリューさん、私です。はいはい、荒木です。あ、お前か、どうした？なんだかケリューさんのこと思い出しちゃって。よかったら今からアフターに行かない？よしよし、ジェラテリアカムロね。オッケーオッケー、よし、じゃあ待ち合わせ場所向かいたいと思います。よし、あ、キリュウさん早かったんですね。よし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 、それで今日はどこに連れてってくれるんですか？どうしよっか、カラオケ？カラオケ？カラオケですか？私カラオケ大好きなんです。よーし、行こう。でもなー、まあきっとチェンジマイセルフならともかく、ちょっとね、他の曲、他のキャバ嬢の子と一緒に行ったりしてやったんですが、なか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 そううまくいかず、ねえねえ、ちょっとねえ、あんまり自信はありません。はい、3000万円もあの姿でどこに隠してるんやろうな。よし、カラオケする。シューティングスターか。じゃ、情熱的に愛の手で。真面目にやろ。あ、すごい格好で来ててんな。ところどころ失敗したな。まあいっか。そうや、これ見せてへんかったっけ。ランキングなんか意地になって全部1000点で埋めてやろうと思ってこんなことをした時期もありました。はい。1位から10位まで全部キリュウちゃんで1000点です。
はい。すごく気持ちよかった。そう、合いの手入れるの上手。ケリウさんも歌ってよ。まあ、カムロ調節結果、カムロ説結果歌ってもいいんですが、これ歌わなくても別にいいので、ちょっと今回はカットしたいと思います。歌わない。ごめんね。よし。まあ、アフターも終わって、ありがとうございました。じゃあまたお召し上げ戻って、もう一回指名しよっかな。よし、ハートが5個増えて、この後また、15個ぐらいになったら次は同伴があるんで、そしたらまたプラス5になって、最終的にハート20個になったらちょっといいことできるみたいな、そんな感じです。私好きかも。あ、どういう格好してるかまだ見せてへんかった。次こそ。あ、贈り物持ってきてないや。何頼む？山崎12年頼んでも上がらんかったし、お金かかる子やな。もう、じゃあシャンパンロゼ、これは上がるやろ上がるよな。よかった。でも半分なんや。まあチキンバスケットでいっかよしよし、お願いします。お願いします。そういえば、お、彼氏の様子がおかしかったって覚えてる？浮気してたって。やっぱり、やっぱりそっか。だから相手の友達全部調べて、全部連絡して、全部聞きまくって、なかなか やりますね。それで発覚。か、それであいつ問い詰めて白状させたんだ。もう、たくざけんなっつうの。ところどころ言葉が荒くなるな。うちもやけど。そしたら謝ってきて、お前じゃないとダメって言うから、今回あかんあかん。浮気する人は、うちは浮気する人はもうする人やと思う。何回やっても、別にされたことはあるわけじゃないねんけど、なんかそういうイメージあるわって言ったらなんか悪いかもしれんけど男ってマジその辺うざい。友達全部調べたのか。浮気くらいで怒るな。これあかんな。こんないい女を裏切るなんて。大抵なんとなくここまで、あのキャバ嬢の女の子たちみんな制覇してきてる感覚でいくと、大抵その子自身のことを言ってあげると上がることが多い気がするので、こんないい女を裏切るなんてにしてみたいと思います。ええ、あ、機嫌悪い。でも、あ、ん、いや、機嫌悪くない。実は許せないなあ、冗談でも私そういうの嬉しいんだけど。よかったよかった。知り合いの会社倒産だって。あら、その人にずっと連絡してたんだけど、全然繋がらなくて気になってたんだ。夜逃げ？まさか倒産したとは思わなかったけどね。はぁ、会社やるのってそんな簡単じゃないんだよね。自分も立場上こういう話にはすごい敏感になる。最後に電話で話した時は元気そうだったし、会社も順調だって言ってたけど、わかんないもんだね。あー、世の中甘くないわ。あー、気が抜けないな。お前の会社はどうなんだ。結局連絡は取れないのか。どっちかやな。気が抜けないな。お前の会社はどうなんだ。気が抜けないのかな。うん、ほんとそう。うちの会社小さいからちょっとしたミスも怖いんだよね。マジ気をつけないと。無理するなよ大丈夫、失敗したらキリュウさんのお嫁さんになるから。あらー、おいダメ。一応佐山さんいるで。でも今までキャバクラの女の子みんな食べてきてた。考えとくよ。お前は、え、
急に何？料理とかするのか？うん、できるよ。へえ、そっか。昨日もカレーと麻婆茄子と、松茸のお吸い物作った。それ、レトルトとかちゃうくって？面白い組み合わせだな。好きなものを作ったらそうなった。本当にやるんだな。高校の時付き合ってた人が本当に厳しい人で、帰ってくるまでにご飯作っておかないとダメな人だったの。高校で？高校で同棲みたいなことしてたのかな。なるほど。なるほど。だから学校が終わったら買い物行くのが日課だったんだ。一時期毎日した。意外といい嫁になるな。意外とって言ったらあかんな。多分本当に尽くすんだな。今度食べに行っていいか？これやな、多分。今度食べに行っていいか？マジ？ああ何それ、何それ。犬の着ぐるみ着てきたらいいよ。なんで着ぐるみなんだ？だって彼氏にバレたら嫌だし。だから3匹目の。バレるやろ、こんなでっかい犬いたらあかんで。バレるだろう。ちょっと疲れたかも。どうした？やっぱこの生活ハードすぎるのかな。休めないのか？あんまりないかも。でも週2って言ってへんかったっけ。あ、まあな。でもな、会社の掛け持ちもあるもんな。でも社長って言ったってまだまだだしね。あ、このキャバクラのお仕事が疲れたってわけじゃないんか。これくらいでへこんでる場合じゃないよね。夜から上がらないのか。今はほらこの店のこともあるし、まあね、信頼されてるからな。正直大変だけど、今はまだ続けたいんだよね。そっか。今の私があるのは神室町のおかげだし、会社もこの仕事で出会った人たちとかその人脈とかだし、その人たちとの関係をあっさり切り捨てちゃうのもどうかって思うし、だから続けられるうちはこの仕事を辞めたくないんだよね。それは違う。その気持ちわかる。不器用すぎじゃないか。ここは同感しといたらいいんちゃうかな。違うとは言えんやろ。そんなん言える立場でもないし。その気持ちわかるの。ほんと？嬉しい。あ、よかった。義理人情じゃないけどさ、一つ一つ自分の中で納得する形にしたいって私は思う。だな。私不器用かな。こんなんでいいと思う。いいんじゃねえか。そうだね。うん。あ、よかった。上がるね。でも中途半端にはするな。うん、考えてみる。そうだな。ほうほう、最近私会社のことでいろいろと考えることが増えてきてさ、お店で働いてたり会社やってると自分なりの武器が必要なんだって思う。武器？うん、センスだったり人脈だったり誰にも負けないっていう自分だけの武器。あー、そんなもんうちないかもしれん。武器？強い目だな。ヘアメイクじゃないな。武器やろ。聞いてる？武器、胸武器でもな。ねえ。蹴り。拳。ね、蹴り。ちゃんと聞いてる？聞いてる。いやー。ちゃんと聞いてる？目でええんちゃう？そうだな。その目じゃないか？ね、どういうこと？その目で見つめられたら嘘もつけなさそうだしな。蛇に睨まれたカエルとか？でもわかるかも。目を見ればその人が本気かどうかわかるし。私も目強い人好きなんだ。よかった、上がった。あ、上がるところまで上がったな。ちょっと調子いいやん、今回。遊ばない。もう帰るんですか？よし、じゃあ同伴が来るはず。よし、使うなぁ、この子結構。お金あるからいいんですけどね。はいはい。だんだん接近してきはんねんな。楽しかった。こっちも楽しかったで。またねー、またねー。お、来た来た。もしもし。はいはい。
あ、お前かどうした？あの、今日お店に来れる？よかったら同伴してほしいんだけど。いいよいいよ。はいはい、またさっきのところね。はいはい、行く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 。次どこ行こっかな。カラオケさっき行ったし、うん、食べ物屋さん行ってもいいねんけど、なんかもう一個ダーツかビリヤードとかどっちかできるかな。あ、ビリヤードはカムロ町ないんやっけ。じゃダーツか、ダーツ行けるかな。あの、沖縄やったら一緒にビリヤードもできたりするんですけどね。こっちあとダーツか。これダーツ嫌いやったら泣けるな。やろ、早かったらめっちゃ走ってきたもん。え、何？あ、売上の数字が合わない。え、あー、引っこ抜いてそうやな、なんか。それにさ、取引先がいきなりキャンセルとか続いてるし。そうなのか。なんかまた愚痴ってるし、いいやんいいやん。行く？じゃあ、ボーリングもあるけど、ダーツ行こう。ダーツ、バンタムにダーツをしに行くか。ダーツですか、キリュウさん。ダーツできるでー。いいねいいね、もう満タンやけど。よし、ダーツはコツさえつかんだら結構ね簡単なゲームなので、まあ勝てると思うんですが、負けませんよ、こっちだって。よしよしよし、やるか。うん、カウントアップね。命中したナンバーを、自分のスコアに加算していくゲームです。規定ラウンド終了時にスコアの高い方が勝者になります。はい、うん、頑張ります。オッケー、さあ行くぜ。この格好でね、格好つけられてもしょうがないんですが、どうしよう、時間かかるかな。ちょっとカット入れるかもしれへんし、入れへんかもしれへん。よし、めっちゃ真剣になる。よし、これちゃんとほんまに、あの、ダーツやったことある人ならわかると思うんですけど、普通にほんまにまんまですからね、この効果音とか。その付け爪で投げにくそうやな。おし、まあ、勝てるでしょう。よし、全部180点取れたん初めてかもしれん。なんか1個ぐらいはあのシングル20に入ったりしてしまったりして。おう、やるね。まあ勝ったけど勝ったけど、よしよし、いい勝負でしたね。じゃあご褒美ルーレット行ってみましょうか。ということで、ダーツにはこれがあるんですよね。頬にキスでも当たったことないねん。なんかこの前もこんくらいの大差ついたのに電池になったりね、あの微妙なあの線の、どうしよう。よし、おお、頬にキスが当たったようですね。おめでとうございます。
秘密にしといてね。おめでとう。若干ケケちゃんがこの時ウィンク気味にこうね頬を寄せるのがちょっとツボに入ったり、でもマスクしてるからちょっと見えへんかったな。普通の格好で来たらよかったかも。よかったよかった。